スパラのキャラとハンク。はい、本日は僕たち初の試みでございます。いや俺ららしくない動画やね今日は。1000円自販機でございますよ。イエーイ。 YouTube で今まで見ててさ、やりたいなって気持ちあってん、ただなかなか手が出せなかった。男ってこういうギャンブル好きやからね。そうなんよ。今回石川の1000円自販機、1000円ガチャ在庫入れ替えのため当たり景品大放出中。うまかいな。うまかいや言うてな。ということで本日はある企画をやりたいと思います。何でしょう。本日の企画、1000円ガチャで1人1万円ずつ回して誰が一番元取れるか選手権。おもろいないかい。1人10回ずつ回すんですよ今から。これはね、なるほどね。リサイクルショップに売りに行きます。それは誰が一番高く元を取れるのか。狙いどころとしてはやっぱり1万円超えたいですよね。超えたいよ。そうや、上回りたいよね。だってベンツの鍵あるから。ほんまや。何でやね、車ないしな。早速その企画をやっていきたいと思います。ギャンギャリッ。ということで1000円札10枚用意してきました。で今から順番に1回ずつ回していきたいと思います。じゃあまず1000円目。うわぁ、さらばゆきち。でまず一発目なんで、一発目のこのボタンいきます。お、軽い。なんか何ですか。何ですか。びっくりスプーン。なにこれ。マジックですかね。はい、僕1個目、びっくりスプーン。じゃあ次僕行きます。バイバイ。さあ、野口。じゃあ一番下行きます。ここ。重い。なんか重いね。ここ。行きます。え？何？うん。ソウルサクリファイス。ビートでの。ソウル。ええ、すごい。じゃあここに書いてあるものだけが全てじゃないってこと。ってことやんな。カセット出るよ。カセット出てんけど。やばない。当たりちゃう。当たりやわ。じゃあ僕3人目僕で行かせていただきます。はい。じゃあまずお金はささっと入れましょうね。うん。さらばのうち。ほんなら僕はですね、ここ行きたいと思います。ポチッとね。あ、軽いな。軽いぞ。忍びバーサスなんとか神楽。ソフトやん。見たことない。見たことないな。じゃあ次ボクちゃん行きます。じゃあ僕はここ行きます。落ち。お、重い重い重い。なんか2個出たけどさ、重いのあかんねやろ。あれ2個や。2個や。AKB ドワイス。ドワイスよ。うわドワイスだ。日本の不思議なロープネイドワイスです。あげたら喜ぶで。これええやつやぞ。当たりじゃん。これは当たりっすね。これは期待値大っす。はい、じゃあ僕2枚目いきます。1枚目。どんどんいきましょう。すごい名前。キリリン。じゃあ次僕いきます。うわっ、ケイスケめっちゃ好きやと思う。ジャルジャル。何かお笑いの方向。1枚目僕ハンクいきます。ここや。おセックス&ザシティと僕の彼女を知らないスパイ。じゃあ2回目いきます。ワンピースよ。ワンピースだ。え、マジで。はい、じゃあ3枚目いきます。どんどんいきましょう。またや。何レンタルマギか。偽マギや。なあ、なにこれ。え、ごっつええ感じちゃうこれ。あ、そうやわ、ごっつええ感じやわ。南部塾。南部塾奮闘編ウォリアーバトル。お笑いや。え、俺これ見に行った。ガチ？見えた。アイランズインザストリーム。え、すごい。当たりちゃう。2000円ぐらい売らなんちゃう。マジで。え、すげえ。当たりやろこれ。多分1000円以上って売るとは思う。マジで。なんか現金。待って待って待って。ビータン。クイズ進出が分からない。これあれですよ。じゃあ今度は MDVD。オリエンテーション。ブルーボックス。これは MDVD や。了解。制服サバイバルガールです。2枚目ポイント。もういいから。3枚目妖怪ウォッチ。え、出てる。4枚目なんと妖怪やります。いや、それはやばい。 VR ゴーグルって書いてる。え、やばっ、びっくりしちゃう今。本当に妖怪。うわ、マジで最後の1回でこれやで。え、やばな。持っとるかなお前。やば、待って、当たりで。え、やばやったね。それはやばい。とりあえず交換しに行ってきます。神の裁きや。はい、交換してまいりました。
あ、でもこれでお前いろいろできるな。え、当たり景品結構あった。スイッチとかありました。うそやっ、マジっすよ、マジ相当な確率やね。はい、ということで、はい、それで1人10回ずつ回したんで、今から売りに行って誰が一番高く売れるのか勝負したいと思います。これ多分俺買ったで。お前、俺びっくりするのもあるからな。お前、こっちも高田スザンになるさあ、行くぞ。じゃあ1人ずつ売りに行きたいと思います。はい、はい、最後家に着きました。はい、決まりましたが、僕これゲットしました。あら、なすごいな。まどかの水着。おっぱいちっちゃ。え、正直言っていい？自信ある？ある。じゃあね、結果発表といきたいと思います。はい。しょっぱな僕言っていいですか？どうぞ。お願いします。僕の千円自販機10連ガチャ、リサイクルショップで売った結果、こちらです。35円。え？俺10円いったらいいと思ってね。え、そんなもんか。え、自信あんの？もう言うたら俺もその辺ぐらいやから、もっと高いかと思ったら今の口調やったから。1000円かつ10連分してそれを売った結果、こちらです。10円でございます。10円 ?10 円です。10円。逆に、ね、破れた。戦乱神楽。俺な、あれが高かったよ。レンタルマギカ20円した。うわー、マギカ。あれか、1個言っていい？マジ足臭い。やばい。完全に支障出てる。35円10円。じゃあ僕はね、はい、こちら45円。僕何が高かったっていうと、うん、キラキラアフロ2001で、バトルフィールド1が10円。なんで俺10円なの？ BA1 で10円なんだ。はい、じゃあ暫定1位宇田先輩、やった。今回僕が査定してもらった金額なんですけど、こちらです。ババン、10円プラス50円で60円です。おお、拍手じゃないよ。拍手じゃないよ。大当たりで60円。おやつ、お前びっくりじゃん。 VR50 円でお引き取りさせていただきます。じゃあマジかよと思った。4万円使って還元されたのは150円でございます。やばいな。3万9850円の赤字でございます。1000円ガチャは闇が深いですね。闇が深いですね。それも当たり出るのも40分の1っすよ。モンストのガチャの方がよう当たりが出るっちゅうねんて。でね、リサイクルショップにもう一つ1000円ガチャあったんですよ。ちょっとそれ次狙おうかなと。それではまた次回の1000円ガチャ第2弾でお会いしましょう。バイ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 。これマジ臭い、ほんと限界。臭すぎ、臭すぎ、ありえん。ほんまにありえん。知り出したで今始まる。知り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図破り捨てて進み始めたこの時は道しるべとなるコンパ。走る。